サンマリンターミナルサラハマ港、またはサラハマ漁港は沖縄県宮古島市のイラブ島の東部に位置する港湾である。かつては宮古島の平良港との間に定期航路が就航していたが、イラブ大橋の開通に伴い2015年1月31日に廃止された。旅客向けにサンマリンターミナルと呼ばれる小規模な旅客ターミナルが整備されている。沖縄県が管理する 第2種漁港であり、周辺海域に設置したパヤオ島の近海で行われるカツオ漁の拠点でもある。2018年3月には、宮古島市開業支援施設が完成し、5月26日に開所している。この施設には、従来の漁協施設の機能に加え、食堂、直売所、加工室、体験室が設けられている。また、イラブ島及び、 下地島内を走る幹線道路である沖縄県道90号下地島空港皿浜線及び沖縄県道204号町山港皿浜港線の終点であり島内交通の要衝でもある。皿浜港に停泊するフェリーハヤテイラブ島宮古島間には明治時代末期に渡し口港にバトンミマル、皿浜港にキーナカマルの小船2隻が就航。 1920年頃には、渡し口航路、その2、3年後には、ラハ浜航路にそれぞれ発動機船が就航した。第二次世界大戦後には、米軍からの払い下げの船舶が就航し、その後、ラハ浜航路に、第三、朝日丸、小月丸、朝山港航路に、勝勇丸が就航し、競争が加熱した。1966年には、 宮古フェリーの前身のイラブ海運が、宮古、イラブ航路の免許を取得。その後は、宮古フェリーと早手の2社が、平良港皿浜交換の定期船を運航してきた。しかし、イラブ大橋の開通に伴い、定期航路は2015年1月31日に廃止された。ありがとうございます。